第6組目は渡り衆7番隊大岡七部隊さんです。渡り衆7番隊大岡七部隊です。滋賀県にもっと歌声を広めようと活動しています。メンバー大募集中です。今回のテーマは笑顔。なぜよさこいが笑顔で踊られるのか、それを私たちなりに考え演舞で表現してみました。今はっきり笑顔で言います。いい色が濃い。それでは大岡七部隊さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。パンフレットには大岡七部隊と記載されておりますが、私ども、本日で、よさこい、渡り衆7番隊大岡と改名させていただきます。扇と傘と書いて大岡です。新人チームです。ただただ笑顔で踊ります。よろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございました。